Okami. おかしな人です。これは会期祝いです。物資殿に届けて。おかしな人です。これは会期祝いです。では。 うまそうな茶じゃ。こいつを飲んでると。エマ殿の父上。道具あいつは。そして、からくりにも言え。からくりバカの息か。ああ。お前さんの恩人でもある。どういうことだ。腕を失ったわしに、道元が作ってくれ。今は、お前さんの妹も、義手作りも、 幾度も幾度も作り直してくれた。どうした？忍び義手をまともに動かす修練じゃ。エマにせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる、いわば忍び義手は。忘れっか。 忍びを捨てたわしじゃ。それだけは捨てられなんだ。酒を持ってきた。猿酒だが、これよく。の猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か？いや、二人でじゃな。 わしらは、まともな死は、もはや故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、そのような修行を重ねた。時期、猿と変わらぬほどには、修行に飽きる。そして、あやつの泣き虫の指笛。 変わった指輪がそれをはめて谷に。悲しげな音が不思議とわしは、その夜を吹いてもらった。